皆さんこんにちは、ことみチャンネルです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今回は三重県多気町にあります離村について3部作でお届けいたします。まず第1部では離村ツアー、離村の約9割のお店を徹底調査。これを見ればお店の特徴やワンちゃんと同伴できるかなどがわかります。そして第2部では食べ歩き&攻略立ち回り編です。離村を効率よく回るための立ち回り方や美味しいものもたくさんご紹介しております。ぜひこちらもご覧いただき参考にしていただければと思います。そして第3部ではホテル宿泊レポート編です。愛犬と宿泊できるお部屋をご紹介しております。幻想的な雲海も見ることができてとても感動しました。ぜひこちらもご覧いただければと思います。そしてまず離村に行ったことがない方のためにエリアや駐車場などについてご説明いたします。ご不要な方は概要欄からスキップしてご覧ください。こちらが離村の地図になります。東京ドーム24個分の敷地面積ということもありとにかく広いです。そしてエリアはこのマルシェ離村、スイーツビレッジ、アトリエ離村、和離村、木育エリア、サンセバスチャン通り、ホテルエリア、本蔵エリア、農園エリア、この9つのエリアに分かれております。まずマルシェ離村ですが、こちらは新鮮な魚介類や松坂牛、朝どれ野菜などを買ったり食べたりできるエリアです。こちらに行くには P1 または P2 に停めるのが便利です。特におすすめはこの P2、 マルシェ離村に沿ってありますので、こちらに停めると直接マルシェ離村にアクセスできます。そしてこちらがスイーツビレッジ、パティシエの辻口シェフがプロデュースするエリアで、厳選された食材によるケーキやベーカリーなどがいただけるエリアです。こちらがアトリエ離村です。陶芸家である内田氏による調理道具のミュージアムやショップ、サルタヒココーヒーなどがあるエリアです。スイーツビレッジやアトリエ離村に行くにはこの P3 に停めるのが便利です。そしてこの橋を渡った先が和離村です。和の食材や調味料、蔵などがあるエリアで、味噌の手仕込み体験ができるなどワークショップも開催しております。お蕎麦や天ぷら、お寿司にうなぎなど日本の味を堪能できる和食のエリアです。こちらに行くには木育エリアの駐車場か P3 に停めるのが便利です。こちらは木育エリアです。木をテーマとした体験体感型施設で、森でのアクティビティなども開催しているそうです。木温度という施設があり、その目の前に駐車場があります。こちらはサンセバスチャン通りです。こちらには和菓子や伊勢プリンなどのスイーツや、スペインで人気のバルなどがあるエリアです。こちらに行くには木育エリアの駐車場か P8 に停めると便利です。こちらがホテルエリアです。ホテルエリアの隣にエスカレーターがあり、ここを上がっていくと本蔵エリアになります。この本蔵エリアにある本蔵湯では、三重大学とロート製薬の共同開発による薬草のお風呂が楽しめます。また和装茶やオーガニック、ヴィーガンなどのメニューをいただける本蔵研究所もあります。そして車中泊をするにはこの P8 に停めます。車中泊の詳細につきましては前回の車中泊編をご覧いただければと思います。そして最後は農園エリアです。こちらにはワンちゃん猫ちゃんの保護施設やドッグランがあったり、バギーパークなどがあります。そしてオーガニック農園があり、そこで採れた新鮮なお野菜を使ったイタリア料理のお店もあります。距離感としてはマルシェ離村の端から端までが約200メートルくらいだと思います。マルシェ離村からサンセバスチャン通りまでは最短距離で5、600メートルくらいあるのかなという感じがしますが、歩いていて楽しいので全然苦ではない距離です。ホテルの横のエスカレーターに乗れば本蔵エリアまでも行けますが、お買い物をすれば荷物も増えますし、そこまで行くのであれば車で移動しちゃった方がいいと思います。農園エリアは車でないときついと思います。効率の良いおすすめの回り方については第2部で詳しくご説明しておりますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。
お店が多いので長くなりますが、なるべくテンポよく行きたいと思いますので、どうぞメモの準備をして最後までお付き合いください。まず1店舗目は第18神勝丸です。こちらは深海魚を中心とした金目鯛やノドグロ、他にも珍しいお魚やエビなどを取り扱っています。中でもこのお店の名物はガスエビ丼です。ガスエビとは濃厚な甘みが特徴で、とても美味しいエビなのですが、傷むのが早いことから産地でしか味わえない一品とのことです。お店の前にテーブルや椅子がありますので、ワンちゃんと一緒にお食事ができます。その隣にあるのは脇口のマグロ。こちらは那智勝浦漁港で水揚げされたばかりの生マグロを直送直売しているお店です。一度も冷凍されていない生のマグロはもっちりとしていて本当に絶品です。お刺身はもちろん、お寿司やマグロだしのラーメンなどもあります。お店の前にテーブルや椅子がありますので、こちらもワンちゃんと一緒にお食事ができます。こちらは雨小屋中川。現役の海女さんが新鮮な魚介類を焼いてくれるお店です。牡蠣はもちろん、アワビやホタテ、大アサリや伊勢エビなど、テイクアウトメニューだけでなくコース料理もいただけます。こちらもお店の前にテーブルや椅子がありますので、ワンちゃんと一緒にお食事ができます。その隣にあるのが鈴木水産。こちらも新鮮な魚介を使ったお料理を堪能できる人気店です。お店の前や脇にテーブルや椅子がありますので、こちらもワンちゃんと一緒にお食事ができます。続きまして、肉屋台バラックです。こちらはフィンガーフードや軽食などを販売する肉屋台で、中でも看板メニューはこのマンハッタン。トリュフご飯の上に国産牛と松坂牛脂ミンチで作られた粗挽きハンバーグに卵黄ソースが乗っています。お店の裏にカウンターやテーブルや椅子などがありますので、買ったものをこちらでいただくことができます。続きまして、両銀胡椒巻き場。こちらは食材によって巻きや炭を使い分け、豪快に焼き上げたステーキなどがいただけます。食材に巻きの香りをまとわせるのが特徴とのことです。お天気が良い昼間でこのテラス席が出ている時はお食事を運んでいただけるとのことです。続きまして、レストランの両銀胡椒。こちらのお店では松坂牛のハンバーグや伊勢エビ、低温調理した松坂牛などがいただけます。ですが残念ながらこちらのお店ではワンちゃんと一緒にお食事を楽しむことはできません。こちらは若竹牧場直営の精肉店で、上質な松坂牛を購入できます。そしてその向かいにあるのはリュードテラス。マルシェビソンで魚介類やお野菜などを調達し、その場でバーベキューを楽しむことができます。こちらは新兵屋。三重県近海で採れた新鮮な素材を使った練り物や揚げ天がいただけるお店です。その隣にあるのが角王山フルーツ大福弁財天です。季節ごとのフルーツを贅沢に使用した全国的にも有名なフルーツ大福のお店です。そしてこちらはたい焼きわらしべ。三重県産の小麦を使用した、外はパリッと中はもちっとした食感のたい焼きです。これらのお店は近くにテーブルや椅子があり、ワンちゃんとそこで食べることができます。その向かいにあるのがマーケテリア。こちらはフードロスに取り組んだお店で、ゆでガキや伊勢エビとハマグリのパエリア、素材を生かした野菜のスープなどがいただけます。カートで店内 OK のワンコ連れに優しいお店です。そしてマルシェビソンの最後はマルシェビソンです。こちらは料理人の方が仕入れるような新鮮で高品質な農産物や加工品を販売しています。ワンちゃんは店内孵化ですが、通路はカートで一緒にお野菜を見ることもできます。はい、ここまでがマルシェビソンとなります。位置関係としてはこの奥が神勝丸、手前が最後にご紹介したマルシェビソンになります。ここまで感覚的には約200メートルくらいかなといった感じです。この次は隣のエリア、スイーツビレッジとアトリエビソンをご紹介いたします。スイーツビレッジは世界的に有名なパティシエの辻口シェフがプロデュースするエリアで、
このコンフィチュールアッシュではケーキや焼き菓子などを買ったり食べたりできます。ワンちゃんは店内 NG、 テラス席もありません。続いてマリアージュ・ドゥ・ファリーヌ、こちらは三重県産の小麦を石臼でひき、厳選した小麦を組み合わせてパンを作っているそうです。朝から美味しそうなパンがずらりと並び、選ぶのが大変です。そして選びきれず、いつもたくさん買いすぎてしまいます。ワンちゃんは店内 NG、 テラス席もありません。こちらはル・ショコラ・ドゥ・アッシュ、厳選したカカオを使用した繊細なショコラをいただけます。ワンちゃんは店内 NG、 テラス席もありません。こちらはアトリエ・ヴィソンにあるサルタヒココーヒーです。焙煎から抽出までこだわるスペシャリティコーヒー専門店です。テラス席ではワンちゃん同伴 OK です。次は橋を渡った先のワビゾンに向かいます。こちらは手打ちそばの伊勢沖縄、店内で自家製粉することで芳醇な香りと味わいを堪能できる本格的なそばどころです。テラス席ではワンちゃんと一緒にお食事できます。こちらはうなぎ4代目菊川、創業90年の老舗うなぎ問屋が営むうなぎ料理屋で、うなぎを1本丸ごと使用した一本うなぎが名物です。テラス席はなく、ワンちゃん同伴 NG です。こちらはすき焼きの杉本、松坂牛をはじめとする厳選された和牛のすき焼きがいただけるお店です。テラス席はなく、ワンちゃん同伴 NG です。こちらは気温の縁日、射的やピンボールゲームなど昔懐かしい子供から大人まで楽しめる縁日屋台です。こちらはダイニングホールワビソンです。いろいろなお料理が楽しめるフードコートのような場所です。ワンちゃんは店内 NG ですが、テイクアウトしたものをお外でいただくこともできます。こちらは無添加商店奥目、加工済みの出汁パックを購入することもできますが、24種類の素材からセレクトしたもので、世界に一つだけの自分好みの出汁パックを作ってもらうことができます。お食事どころでは無添加食材や調味料を使用した和定食がいただけます。焼き魚はもちろん、唐揚げやお味噌汁すべて美味しく、私たちはいつもこちらで夕食をいただきます。ワンちゃんは店内不可、テラス席は OK です。こちらは嬉野豆腐のせです。豆腐ドーナツや出来たての温かいお豆腐をいただけます。愛犬と店内でいただけるのは本当にありがたいです。こちらはのりもも、のりをメインとしたお土産が買えるお店です。こののりふりふりは人気の商品です。こちらではワンちゃんと一緒にお買い物をすることはできません。こちらは葉っぱスタンドです。急須で丁寧に入れたお茶をいただけるお茶と器をテーマとしたお店です。こちらはワンちゃん店内 OK とのことです。こちらは林商店、400年以上の伝統の製法で作られている伊勢たくあんをはじめ、丁寧に作られた美味しそうなお漬物が並んでいます。ワンちゃんと一緒にお買い物できるかについては確認をするのを忘れてしまいました。電話などもないため、ご必要な方は現地で直接ご確認をお願いいたします。続きまして、奉納米蔵プロデュースドバイアコメヤ東京です。伊勢神宮奉納米である結びの神をはじめ、ご飯のお供や雑貨を取り揃えています。カートがあればワンちゃんと一緒に店内をお買い物したり、お食事をすることもできます。名物はこれ、漬け卵の特製卵かけ鶏節ご飯。次回はぜひ食べてみたいメニューの一つです。こちらはミクラビネガリー、木桶でゆっくり時間をかけて丁寧に作られたお酢や、お土産に喜ばれそうなものも数多く取り揃えられています。お酢を使ったスイーツやドリンクなども店内でいただくことができます。ワンちゃんは抱っこかカートで入店可能です。こちらはビリン、ビリンデュ伊勢、明治創業以来、みりんの本場愛知三河にて伝統的なみりんを作り続ける蔵元です。みりんやグラノーラなどを販売しています。
ワンちゃんは顔を出さない状態で入店可能とのことです。こちらは伊勢醤油本舗、伊勢醤油などの調味料の販売や伊勢うどんなどのメニューもありますが、残念ながらワンちゃんと入店はできないです。こちらは蔵の屋、東京豊洲市場に本店を置く味噌の専門店です。全国各地のご当地味噌を 100g 単位で購入できるそうです。ただワンちゃんは店内入店不可です。こちらは昆布の奥井海生堂、明治4年創業から150年の歴史を持つ昆布の専門店です。ワンちゃんはカートで入店可能です。こちらは削り節本舗伊勢は、プロ仕様の鰹節をはじめ、だし調味料やお菓子などを販売。ラーメンや鰹節、卵かけご飯など、見ているだけでお腹が空いてきそうな美味しいものがたくさんあります。ワンちゃんはテラス席 OK です。こちらは寿司処貴膳、天ぷら天香伊勢の国。天ぷらやお寿司も食べたいのですが、残念ながらテラス席はなく、ワンちゃんは店内同伴不可です。こちらは木育エリアにある木温度、木と森をテーマにした体験体感型施設で、木のワークショップや森でのアクティビティも開催しているそうです。カフェもありますが、ワンちゃんと一緒に利用することはできません。ここからはサンセバスチャン通りです。サンセバスチャン通りはライフスタイル雑貨やスペインで人気のバルや和菓子などがあるエリアで、このように日本の長屋のような形で4つに分かれています。こちらはレンタルモビリティカフェラフです。電動キックスクーターはこちらでレンタルできます。美味しそうなスパイスカレーがいただけるお店ですが、テラス席はなく、ワンちゃんとお食事することはできません。こちらはカフェ富山、スフレロールやピスタチオのチーズケーキ、フルーツサンドなど手作りケーキがいただけるカフェですが、テラス席はなく、ワンちゃんと一緒にいただくことはできません。こちらは菓子本井村屋、お団子や酒まんじゅうなどの和菓子がいただけるお店です。ワンちゃんは店内不可ですが、近くの椅子で買ったものを食べることはできます。こちらは麹作業プロデュースドバイ魚沼醸造です。米麹を原料とした麹甘酒や麹スイーツがいただけるカフェです。この麹甘酒ソフトクリームは、舌触りがびっくりするぐらい滑らかで、今まで食べたソフトクリームの中で一番美味しかったです。ワンちゃんは店内不可ですが、近くの椅子で買ったものを食べることができます。こちらは D&デパートメント三重バイビソン、三重県ならではの生活雑貨が購入できるお店です。ワンちゃんはカートで入店可能です。こちらは伊勢プリンの鉄人です。マダガスカル産の最高級バニラビーンズを使用した手作りプリンの専門店です。イートインスペースやテラス席はありませんので、買ったものをどこかで食べるような形となります。サンセバスチャン通りの最後はこちらです。スペインサンセバスチャン市で人気のバルやバスクチーズタルトがいただけるエリアです。一番奥に位置するアラッツはサンセバスチャン市長のおすすめのお店で、コース料理などもいただけます。そしてカサウロラは世界ピンチョス大会のチャンピオンシェフのお店で、サンセバスチャンで一番人気のバルです。サスピはそのシェフのモダンスタイルのバスク料理がいただけるお店です。そしてバスクチーズタルトのお店エグノン、ここのチーズタルトは中のチーズがトロッとろで、奥深いチーズの味わいが最高に美味しかったです。営業時間はこちらに記載の通りです。お店の前にテラス席がありますので、ワンちゃんと一緒にお食事ができるのは嬉しいです。こちらは農園エリアにあるノーニエール、オーガニック農園に併設されたレストランで、毎日農園で採れた新鮮なお野菜を使ったイタリア料理がいただけます。ワンちゃんも店内で一緒にお食事をいただくことができます。こちらはホワイトハウスビレッジバギーパーク、大自然の中をバギーで走るアクティビティが楽しめます。
こちらはアニテラスです。ワンちゃん猫ちゃんの保護施設で、ペットホテルやドッグランも併設されています。ドッグランは小型犬、中小型犬、大型犬の3つに分かれています。事前に会員登録や証明書関連の提出も必要ですし、また変更などもあるかと思いますので、ご検討の際には事前に公式ホームページでご確認をお願いいたします。続いて本草エリアにある本草研究所リンネです。こちらは和装茶やビーガンクッキーなどがいただけるカフェで、私たちのお気に入りのお店の一つでもあります。オーガニックな食材やコスメ、雑貨などを買うことができます。メインから離れていることもあり、人が少なく、また景色も素敵です。このマッシュルームスープやビーガンクッキーは本当に美味しく、必ず買って帰るお土産の一つです。ワンちゃんはカートで店内入店可能、テラス席で一緒にお茶を楽しむこともできます。こちらは本草湯です。三重大学とロート製薬の共同開発による薬草のお風呂が楽しめます。そしてこの先にあるのが花山、賛否両論、鯛茶漬けなど美味しい和食がいただけるお店ですが、テラス席はなく、ワンちゃん同伴不可なのが本当に残念です。そして本草湯についてですが、大人が800円、子供が400円です。お風呂も清潔感がありとても綺麗ですが、こういった休憩所の雰囲気も本当に素敵で癒されます。ここからがホテルエリアです。位置関係としては、こちらが本草湯、こちらがホテルのフロント、そしてこちらが宿泊をするお部屋です。この時偶然雲海を見ることができたのですが、本来この白い部分はサンセバスチャン通りやワビソンが見えています。そしてこのホテルの横にあるエスカレーターを降りるとサンセバスチャン通りです。そしてエスカレーターを降りて左手にあるのはオレンジ。こちらは定番から上級者向けの商品まで幅広く取り扱うアウトドアグッズのお店です。ワンちゃんは抱っこかカートで入店できます。駐車場はこんな感じでゲートレスの駐車場です。特に駐車券とかを取ったりしないでそのまま入ってきちゃって、でお買い物をしたらサービス券をもらって最後に精算するっていう形です。入るときにね、カシャって写真を撮られてるんですよ、車のナンバーを。なので車のナンバーを覚えとかないといけないですね。で精算でしょ、生産したいお車のナンバープレートの4桁の数字を入力してください。そうそう、こんな感じでナンバープレート入れてねって言われるので、こうやって押すと自分の車が出てくるので、はい、または家のボタンを押してください。はい、押します。ご利用ありがとうございました。無料なんですけど、これいくらですって出たら、20分以内にご出庫ください。このもらったやつをここにピッてかざして出る感じです。はい、ここまで55店舗一気にご紹介してまいりましたが、ビソンツアーはいかがでしたか？長かったですね。ご覧いただいた通り、ビソンは本当に広いです。なので、事前に食べたいものや行きたいお店の場所などをチェックしておくことで、効率よくビソンを回ることができます。そしてこの動画が皆さんの少しでもお役に立てれば、私も嬉しく思います。第2部では日帰り宿泊別のおすすめの回り方と食べ歩きランキング、第3部ではホテル宿泊レポート、ワンちゃんと泊まれるお部屋をご紹介しております。過去動画でも食べ歩き編や車中泊編を配信しておりますので、ぜひそちらも参考にしていただけると嬉しいです。皆さん、長い動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が参考になったなと思ってもらえたら、いいねやチャンネル登録、ぜひコメントなども残してもらえるとすごく嬉しいです。それでは、ワンちゃんとのお出かけが楽しく安全な旅になりますように、いってらっしゃい。